皆さんこんにちは。今回選手紹介第18弾となります。前回の第17弾は青銅の川上について紹介しました。気になる方は下の概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてください。ということで本日の第18弾はこちら、元青銅の井崎潤です。それではぜひ最後までご覧ください。井崎は青銅に在学していた宮城美一の選手です。ライネス三冠では強肩強打吠える3番と紹介されていました。普段は荒々しいが打席に立つと急に礼儀正しくなる一面があります。やはり井崎の持ち味はフルスイングだと思います。ただ単にフルスイングするだけではなく、フルスイングをしながらも右方向へうまくさばける技術を持っています。井崎が青銅に在学していた頃は1個上の東、1個下の前園、2個下の金丸、この3人と立ち位置が似ていると思います。ちなみに井崎は青銅入学当初ピッチャー希望でした。しかしいざブルペンに入ると地肩は強かったが、コントロールが悪くピッチャー厳しいと首脳陣に思われていました。その結果、新年秋の新チーム指導と同時に副部長の高島から思い切りのいいバッティングと地肩を買われ、外野手の転向を命じられました。初めはこの外野手の転向を受け入れることはできなかったが、レギュラーになるためなら何でもすると思い外野手へ転向。そして自分の代となってからは3番とキャプテンの勇気を支える副キャプテンをするほどの中心選手となっています。先ほども言いましたが、久しくは自分の代になってからはチームを支える選手へと成長しました。そこでここからは久しくは3年生になってからの練習試合と3年夏の大会で残した練習3戦を紹介していきます。それではまず1つ目はこちら、3年夏の大会前に行われた練習試合、大阪桐生戦。4回表の大阪桐生の攻撃でセンターを守っていた久しくは大阪桐生の犠牲フライを持ち前の地肩と外野からホームまでの正確な返球で得点を許さなかった後、この試合先発をしていた当時1年生のフリアに一人で野球やってんじゃねえぞと声をかけたところです。これがきっかけでフリアは徐々に性格が変わっていたと思います。続いて2つ目はこちら、3年夏の大会4回戦、精密機械ヨガいる福岡学園戦。4回表、青銅の攻撃。青銅が2点ビハインドで3番久しくを迎えていました。この打席久しくは、秋川エース用が、のけざらそうとしたインハイのボールをレフト線へツーベースヒットを放ったところです。これを見た時は、ルーキーズの平塚を思い出しました。ルーキーズの実写では、平塚役の桐谷さんが最高です。久しくは、青銅ショート倉持曰く、多少なボールでも関係なく打ちに行く人です。最後3つ目はこちら、3年夏の大会決勝戦、大会連覇を狙っている稲城戦。8回表、ツーアウトランナー1、3塁で3番久しくを迎えていました。久しくはこの打席、稲城エース7名から粘り、さらにはフルスイングしながら右方向へと高投技術を披露。最終的には低めの外れたボールを見逃し、フォアボール、満塁で4番勇気につなげたところです。久しくはこの勇気に対して逆立ちしても叶わないと思うほど口にはしないが認めている存在です。ということで以上、久しくは3年生になってからの練習試合と3年夏の大会で残した名シーン3選でした。久しくは大年数47巻で青銅野球部卒業後、大学では野球をやるかやらないかで進路に悩んでいました。しかし後輩の三木の大が選抜に出場、金からの言葉もあり大学で野球することを決意しました。同級生の雪が行くリーグに行きたかったが頭が良くなかったため行けなかった。しかし野球をやるなら東北と関西から推薦が来ていたため、スポーツ推薦で関西の大学に進学しました。大学進学後は1個下の前園が関西出身であったため大年数2巻では連絡を取っています。最後に来年作2に入ってから進路後の結城の大の人が詳しく描かれていないので、現在行われている主人公の沢村がミニ夏を迎えている夏の大会が終了して落ち着いたら番外編などで結城の大が進路後どうなっているのかを見てみたいです。以上、今回は元青銅の井崎潤について紹介しました。この動画を見て良いと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。まず Twitter とインスタもやっておりますのでフォローの方お待ちしております。